はい、どうも伊田です。今回はこちら の, あのタイヤの空気をなんか自動で電動で入れてくれるやつをちょっと買ったので、ちょっと実際に使ってみたいと思います。今ちょうどサーキットを走り終わって空気が減ってるはずなんで、ちょっと試してみたいと思います。よいしょ。まずこいつを、くるくるっと回してネジみたいになってるんで、はい、ああ、で今これ今入ってんのが170kPa っていうのかな、なんでそれを 252.5 に入れていきます。音は結構うるさいです。こんな感じです。意外と速いね、入ってるの。設定したところで止まってくんないのかな。今250、おかしいな。でね、ここがね結構熱い、発熱ホットコーションって書いてあるから熱い注意で、エアゲージでちゃんと入ってるか見てみます。あ、 2.5 いかないぐらい、2.4 ぐらいだね。今入ってるね。うん。意外とちゃんとしてますね。はい。うん。っていう感じです。もう一回ちょっとやってみようか。2.4 になってる。これで、あ、なるほどね。多分これ抜くときにちょっと抜けるから255でちょっと多めに入るっぽいっす、これと俺は予想した。あ、だいたいまあ 2.5 ぐらい入ってます。はい。っていう感じです。はい。充電もね、フルでやればね、多分1台分はなんかできるっぽいようなことを書いてあったんで、
まあ、入れるのめんどくさい人は、多分ね3000円ぐらいで買えたんで、これ結構うるさいけどおすすめです。はい、っていう感じです。はい。